今をもって絶縁だ。とっとと出ておいき。てめえの欲で組をめちゃくちゃにしやがって、ぶっ殺してやる。情けない神道のような男に喉元に刃を突きつけられるとは。大公、申し訳ございませんでした。お前の責任じゃない。正面から来るのならまだしも、こうも裏をかかれちゃ手の打ちようがないだろう。いいかい、組員に伝えるんだ。神室町で近江連合の者を見かけたら容赦することはない。力ずくで叩き出せとね。はい。これだ。何？堂島組が人言派を？はかどってるか、誠。なんだ、河原さんか。脅かさないでくれ。悪かったな。ちょっと表の様子を見てきた。まだ誰にも気づかれてねえみてえだ。13号資料室なんかに近づく人間はそうはいねえだろ。ついにその事件にたどり着いたか。さすがだ。知ってたのか、この事件を。ああ、最後のページを見てみろ。河原さんと府警の別所さんが。ああ、俺たちが担当したんだ。あんた、この事件を知ってて今回の捜査に参加したのか。ああ、公安の倉橋は人言派を探ってると耳にして捜査の協力を申し出たんだ。なぜ？俺はその事件に借りがあるんだ。借り？もう俺の役目は終わった。あとはお前に任せる。どういうことだ？わけは聞くな。河原さん、あの人言派の事件を課長が担当していたってことは、柏木さんの言ってた担当刑事っていうのは。ああ、別所さんだ。本当に？間違いない。極秘の資料に名前が載ってた。河原のおっさんもそう言っていた。私にはそんなことは一言も言ってなかったのに。河原さんは俺にこれを渡して事件から降りた。どういうことだ？わからん。だがあのおっさん、まだ何かを握ってるのは確かだ。どうやらこの事件に借りがあるらしい。借りか。
どうしたんだ。信じられないのよ。どうして課長が。記録によると当時カムロ社の4階にいた別所さんは堂島組の動きを察知していた。だが裏で手を回して事件を黙認したらしい。つまり課長がヤクザを利用したの。カムロ町の治安を回復させるには一番手っ取り早い方法だと判断したんだろう。しかし上層部にそれが漏れて別所さんは府警に飛ばされた。伊達さんはもうこの辺で手を引いた方がいい。人言派はただの組織じゃない。深追いすると命に関わる。それに警察に追われている身だ。バカ言え、今さら後に引けるか。お前これからどうするんだ。合田会長がまだ見つかっていない。龍二を追いかけて関西へ向かう。キリュウさん、ちょっと待ってください。キリュウさんでしょ。お前はタカシ。はい。あのその説はお世話になりました。ちょうど1年前、俺はサイの花屋の息子タカシを助けてやったことがあった。タカシは跡部組の組長の娘京花と真面目に暮らしているはずだった。ねえタカシ、何やってんの。競馬で儲かったからおごってくれるんじゃなかったの。誰だそいつは。強化はどうした。あ、これはその頑張って強化を幸せにするんじゃなかったのか。それは結局半端なままか。違うんです、キリュウさん、聞いてくださいよ。
てめえら誰に向かって口聞いてんだ。この人誰だと思ってやがる。道島の竜、桐生一馬さんだぞ。おい、マジかよ。やべえよ、あの伝説の男だぞ。俺は今日大変な一日でな、すこぶる機嫌が悪いんだ。ああ、こうなったら誰も止められねえ。おめえら、死んだな。運が悪かったんだよ、お前らは。すいません、すいません、これで勘弁してください。ちぇ、兄貴、最近のガキはしけてますぜ。バカ野郎、だからガキは寄せって言ったじゃねえか。待てこら。ああ。おい、いや、
ああ、1週間前の映像だ。もしもし、私、うん、うん、会ってくれるの？うん、わかった。今ならタカシ出かけてるから大丈夫。じゃあいつものところで。くそ、今日か。やめてくれ、これ以上見たくない。お前が依頼したことだ、最後まで見るんだな。あれは父さん、何度もごめんなさい。あの男、また仕事を辞めたそうだな。それは、たかしのせいじゃなくて。お前たちにはまだ無理だったんだ。もう諦めたらどうだ。いつでも戻ってきていいんだぞ。ありがとう、お父さん。でも私、たかしのことを信じてる。今は悩んでるけど、きっといつか私を支えてくれる。だから私、彼を支えてあげたい。頑固者め、全く誰に似たんだが。たかしがきちんと就職したら、何年かかっても必ず返します。あの男には期待しとらん。お前が惨めな生活を送るのが耐えられんだけだ。Ugh.